はい、それでは今回はですね、ドラムのリズムで伴奏をやっていくということですね。はい、よくありますが、このスタタスタタスタタはですね、エルヴィン・ジョーンズはよくやりますよね。はい、ちょっと音数が多いかな。意外と聴いてる感じはすごくするんですけど、もう半分ドラムソロみたいになっちゃってるからね。まあ確かにギターも3年使ってるからいいんだけど、もうやりたい放題ですよね。ちゃんと戻ってくるとかすごいけど、もうこれ人の話を全部取って自分が喋っちゃうタイプの人の感じだね。ちゃんと溜めてね、ストレッチ効かせて戻ってくるの、ちょっと音数が多すぎますよね。これだともうギターの人よりもドラムが目立っちゃってるじゃないですか。音量のバランスね、もうちょっとうまくやるとうまくいったかもしれませんね。はい、じゃあ2回目いきますね。今度は打って変わってしっかりレガートでね、刻んでいい感じですよ。はい、気持ちよさそうでとってもいいですね。でもなんかちょっとそろそろなんか、合いの手入れてもいいんじゃないですか。ちょっと時計見ない、時計を、超失礼だから。時計見ないの、その上司に説教されてて早く終わんねえかなみたいな感じだからさ、それちょっとやめてくれる。そうそうそう、今何分だろうとか考えて、もしかしてストップウォッチとか使ってないよね。レガードも全然音量変えずに、気持ちよくスイングしてるんですけど、その時計を見るのはちょっととりあえずやめようか。はい、まあシンバルレガードだけすればね、ドラムの最低限の、ルールは守ってますからいいんですけど、ちょっと参加してもいいと思うし、何よりもこの時計見るの失礼だから、ちょっとやめてもらえますかね。マジで絶対それやっちゃダメだからね。はい、失礼だからやめてください。はい、それではもう一回いきましょう。はい、いい感じですね。お、ちょっとレガートが呼び過ぎ、いいですね。お、ちょっとどうした。やってることはいいことやってると思うんですけど、この左のシンバルはなんかこう恨みがあるとか、そういう感じですか。おお、ちゃんとね、相手のギターの音の合いの手がうまくできてるんだけど、ちょっと音量がすごい、こう、おお、どうした。まあそう、いいですよ、すごくいいところに音が入ってる、よくギターの音聞いてるし、でいきなり突然ちっちゃくなるのね。そこだけ急に大きくなって、なんかちょっとこうアドリブしてる人との温度差きつーって感じになるんで、やってることはとてもいいので、シンバルレガートに合わせたフィルインの大きさにしてもらうととてもいいかなと思います。はい、じゃあ気を止めましていきましょう。まあ悪くないんだけど、ドンドンドンっていう感じですね。これよくいるんですけど、ロック系やってる人ってバスドラ一拍表に踏んじゃうんですけど、ジャズの場合はバスドラリズムのパターン、もうこれがファンクビートみたいになっちゃってるから、こうギターの喋ってること全部ぶった切ってるみたいな感じになっちゃうのね。このドンって頭の音はこれ相手のフレーズ止めちゃうので、バスドラできるだけ裏拍で踏みましょう。ドーンドーンってやっちゃうと、なんかもうちょっと盆踊りみたいになっちゃう。あ、もう完全に8ビートになっちゃうとね。これはロック系の人ですごく多いんですけど、バスドラの使い方が、リズムではなく、合いの手なので、裏拍で使うようにしていただけるととても良くなると思います。はい、それでは最後いきましょう。ちょっとフィルイン遅いかな、ちょっとリズム遅れてるよ。そうそうそう、戻ったね。はい、
あのでもそのイレギュラーなことやるとドラムって崩れがちなので分かりますけどね、そこはあの最低限戻る練習はしておかないと、うん、遅れてる遅れてる、うん、ドラムのまあフィルインってまあ遅れがちなんですけど、まあ、走っちゃう、ちょっと走ってるよ走ってる、うん、ちゃんとよくベース聞いて、うん、ちょっと崩れたかな、うん、あ、ひっくり返ってるひっくり返ってるひっくり返ってる、チッキチンチッキチンになっちゃってるから、うん、そう、それ他の人めちゃくちゃ困るんでリズムが進まないんで、うん、あのフィルインはねリズムを必ずメトロノームに合わせて、崩れないように練習してくださいね。ひっくり返ったらね、あの早めに戻るように努力してください。はい、というわけで僕がよく見るちょっとこのドラム困るよなというやってはいけないジャズリズム、5つ集めてみました。1、音を埋めまくるですね。エルヴィン・ジョーンズとかは結構音を埋めまくるんですけど、音量のバランスがすごくいいんですね。なのですごく影に隠れるぐらいのすごい小さい音で、演奏してます。で、盛り上がるところの波はうまく合わせるんですけど、ちょっとさっきのだと喋、りすぎな感じがするかな。途中でもうあのギターのお手柄を全部ドラムが取っちゃったみたいな感じになってるかな。2番、合いの手を全く入れない。これはねあっても全然いいと思うんですけど、はい、まあ、今回の場合は時計を見るのがとっても失礼な感じがしちゃったと思います。はい、合いの手はね、まあ、全く入れなくてもある程度こうなんかこう一緒に聞きながら盛り上がっていく、例えば音量の音色が変わっていくとかね、いろんな方法があるので、そういうのをぜひ研究してもらうといいかなと思います。はい、3番目、フィルだけ爆音。まあ、これロック系の人がねよく陥りがちですね。3番4番はそうですね。フィルインだけ爆音でクラッシュに行く時でバシャーンってなっちゃうんですけど、まあ、イメージ的にはですねシンバルレガートの方に、音量を合わせる感じです。僕がよくワークショップで説明するときはスネアの上にトランプでこうお城を立ててるみたいな、そんな感じの繊細な感じでですね、そこにこう音を組み立ててる感じだから、バスラットカーンって踏んだったら、ね、崩れちゃいますからね。そういうイメージで演奏してみるといいです。歯切れよくね、うまく踏むといいかなと思います。でバスドラムをね表ハムクに踏むっていうのはね、これ結構ロックの人気づいてない人が多いんですけど、録音すると分かりますか、みんな表にドンドンって入っちゃうんですね。そうするとなんかそこでフレーズが止められてるみたいな感じになるので、これはバスドラマ裏拍に踏んでですね、段落を区切るときは表で踏んでいいんですけど、場所場所で、ドラムのバスドラムの意味合いが違いますからね、そこら辺はしっかり勉強しましょう。5番のリズムが崩れる、これはまあロックでもジャズでもすごくよくあると思うんですけど、特にフィルインとかこう違ったリズムが来るとどうしても人間でテンポ感崩れがちなんでね、これは必ず迷惑になるので必ずリズムをこう、メトロノームでキープできるようにしっかり練習していきましょう。このねハイハットが裏返ったっていうのはですね、まあ、早めに気づかなきゃいけないんですけど、これやっぱりしっかりギターの音を聞いて、でひっくり返ってるなと思ったらハイハット一度やめるといいですね。そうすると、あここだなっていうところで戻れると思うので、四分音符、右手も四分音符だけにして、相手の様子見てからちゃんとリセットしましょう。早く気づかないとねずっとひっくり返ったままの人いますからね。ドラムはねリズムだけじゃなくて、他人のねギターのフレーズとかに非常に興味持っていくっていうことがすごい大事ですからね、頑張ってやってください。これ以外この5つ以外にもこういう困ったのがあるよっていうの方はどしどしですねコメント欄に書いていただけたらいいかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。